どうもこんにちは、鈴川彩子です。ついにですね、今日は12月31日で、もう2015年も終わりとなりました。ね、今年も1年ですね、もう本当に楽しく、ね、いろいろ YouTube に動画を上げることができて、もう本当にいろんなね、経験ができました。今年の7月にね、発売になりました、私の初めての本、鉄分多め関東編。まあ、この本ももちろん出せたのもすごい大きいんですけど、これをきっかけでね、いろいろ今まで結構憧れてたいろいろ雑誌とかね、出ることができたり、あとまあサイン会でね、いつも応援してくださってる皆様と交流できたりして、ほんとね、この本やっぱりね、鉄道好きとしてね、こう自分の本を出したいっていうのは結構前からあったので、ね、本当にもう出せてすごい嬉しかったです。まあ今も放送中の Google Android のテレビ CM に出させていただきました。いろんな人から見ましたってね、言ってくださって、いやー、しかも車両基地でね、撮影もできて、それもね、本当に一生の思い出です。ということで、まあ一応私が、今年2015年に投稿した動画の中で、ちょっと個人的なベスト5を、ね、ここでご紹介したいと思います。あーじゃん、まずはこちら、忍ばず踊ってみた。まあこちらね、今年やりました、手裏剣戦隊ニンニンジャーの、まあ、エンディングテーマを、まあそれぞれ皆さん自分で踊って動画を投稿しようという企画がね、公式でやっていたので、もう私は伊賀伝ですね、伊賀鉄道でこの忍ばず踊ってみた忍者ですから、踊ったのが、やっぱこれね、去年はあの去年おとどし恋するフォーチュンクッキーをやったりね、このやっぱ曲と、まあ、ダンスとで鉄道とっていうこの組み合わせをね、今年もできたのはすごい楽しかったです。まあ、あとね、愛しのライリーとかね、歌系、PV 系、We Love Marines とか、菜の花体操とかもいろいろやったんですけど、まあ、やっぱこれね、今年の一押しです。さあ、そしてお次がこちら、どーどん、アンパンマン欲張りビジーカー2。まあ、これはですね、ここに私の息子、日立のおもちゃなんですけども、これがね、もう本当に、マッチックン大ヒットでございます。もうずっと遊ん、未だにね、これ今年のまあ6月ぐらいに購入して、もうその時もね、箱開ける時からすごい楽しそうにしてくれて、もう今でももうガンガン乗り回すぐらい、これはね本当に良かったです。このね、アンパンね、欲張りビジーカーはこれはね、いいですよ。さあ、そしてお次がこちら、じゃーじゃん、プラレールのピタゴラスイッチ2。まあこれはですね、結構最近に投稿した動画なんですけど、あのピタゴラスイッチっていうね、 NHK で放送してる、いろいろ仕掛けを作って最後にゴールに弾が落ちる、旗が出るピタゴラスイッチのね、その最後のゴールの部分がおもちゃになって出たので、まあそれをね、いろいろプラレールでこう装置を作ってね、最後ゴールに導くという、これがもうね、2回やったんですけど、まあ1回目はね、まあそれも大変ではあったんだけど、結構トーマスを使って、でもね、ほんと2回目この前もうこの出した2の方がすごい大変で、6時間ぐらい結局かかって、全部やっぱプラレールね、普段遊んでるからね、ね、それでね、いろいろ装置作ってできたのも良かったです。そしてお次がこちら、じゃじゃん、人生初ホームラン。わー、もう球場でですね、実際に、いろいろあのはじめ社長とね、コラボさせていただいて、パワープロをリアルでやったりとか、球場でね、ほんと貸し切っていろいろやった中で、この出ました、私のリアル人生初ホームラン。もう後輩芸人にね、協力してもらってね、本当に打ったんですよ、ホームランを。まあちょっとね、いろいろね、
ありますけど、まあでもホームランはホームランなんでね。やっぱ私普通野球見るのは好きだったんですけど、やったことってなかったので、いやーほんとね、もう多分二度とないかもしれない、ホームラン打てるのは。それぐらいね、いい体験でした。さあそして最後がこちら、じゃーじゃん、寝台特急カシオペア。わー、もうね今年もね、まあほんと日本全国ね、いろいろ鉄道とか乗りに行って、もうね選びきれないんですけど、やっぱりこのカシオペア、これはもう長年の夢がついに叶えることができて、しかもですね、もう廃止ということもね決まってるので、もう多分最初で最後のカシオペアの旅を、いやーまさかね、ほんとね、あのキャンセル待ちでね、ギリギリで取れて、やっぱこれは本当に乗ってよかったなって何度でも乗りたくなる車両でしたね。これはね本当に動画に残ってよかったです、この体験を。本当に幸せでした。あら、すごい、ジュック何、来年の抱負、ママと一緒に、元ママと一緒に、そうそう、押さえててあげる。おお、すごい、ジュック、おお、こっちジュックも書いてるよ、もう支えてるだけだもん。おお、すごいね、あー、ジックかけた、ありがとう、ありがとう、ありがとう、手ついちゃうからね、うん、ありがとう、うん、そうそうそう、今書いたのね、しかもね、書いてくれましたけどね、まあ、ほんとね、あの来年もやっぱり私はね、あの鉄道をね、まあ、いろいろおもちゃとか、息子のね、この日立のこととかも出してるんですけど、やっぱもっといろいろ鉄道乗りにね行って、それを動画にしたいなっていうのは常に思ってて、まあ、それ以外でもやっぱ私は興味あることにはですね、あのジャンル関係なくいろいろ動画撮っていきたいと思ってるのでね、ぜひぜひ2016年もよろしくお願いいたします。まず2015年、本当に皆様、応援ありがとうございました。またよろしくお願いします。